河川特殊作戦集艇とは、アメリカ海軍で運用されている上陸用集艇である。特殊部隊を河川地域において短時間で投入、撤収させるために使用されている。ソーク R は C-130 をはじめとする大型の輸送機に搭載できる大きさに設計されている。船体は水の抵抗を小さくするよう、部位の形に傾斜がついており、 水面を滑るように滑走航行することで、高速性と旋回性能を実現している。また、ウォータージェット推進のおかげで、吊り下げ火事やスクリューがないので、水中の根や岩に当たる心配がない。武装は5箇所の重火に設置することが可能で、四方360度に火力を提供することができる。一般的に後部の重火には、ブローニング M20 機関銃が装備されており、 特殊部隊を収容して撤収する際に乗員をカバーする役割を担っている。乗員は特殊衆艇チームの特殊戦戦闘艇乗員が4名であり、他に8人の隊員を乗せることができる。アメリカ海軍特殊戦コマンドレイカの SBT が運用しており、中でもミシシッピ州のジョンシーステニス宇宙センターを拠点とする特殊衆艇チーム22のメンバーには、 SWCC の中でもほんの一部のものしか選ばれなく、総 C の操縦技量が最も高い隊員たちで編成されている。彼らは主に国費の軍事作戦に投入され、夜中や上空からの援護がない中で作戦を遂行する。また SBT は CH-47DO 型輸送ヘリコプターを使って、ソーク R の投入、撤収を行う運搬システムを ミーツと呼んでいる。これは、ソーク R を CH-47D の下腹部から紐で吊り下げて運ぶというもので、乗員は目的地に到着した際はヘリとソーク R をつなぐロープから降りて登場し、撤収の際はヘリからソーク R にはしごが下され、そこから乗員は機内に登場する。ありがとうございます。